YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。のぽんこと岡本直子でーす。イエーイ。前回ですね、カレンダーのお話をしたんですけれども、今回はですね、デビュー10周年企画第2弾がなんと決定いたしました。岡本直子チャンネル10周年企画の岡本直子プロデュースですね、今抜けてたんですけれども、そちらの第2弾が決定いたしまして、なんと今回プロデュースさせていただくのはダラン、アロマ消臭スプレーです。イエーイ。やっぱりなんですかね、このご時世的に、アルコールといいますか、消毒とか除菌とかやっぱすることが増えたと思うんですね。私もそうですし、ファンの方もそうですし、そういった時に、私よく舞台とかも出させていただいてるんですけれども、日常だけでなく、舞台見に行った時とか、やっぱね、いろんな人がいろんなもの触ってるので、そういった場で、やっぱ使うことも多くなりますし、ただ消毒するだけでなく、香りもね、一緒に楽しんでいただけたらいいなっていうことから、今回こういったアロマ消臭スプレーをプロデュースさせていただくことになりました。目的と言いますか、さっき言ったように匂いも楽しんでほしいはもちろんなんですけれども、あとは除菌、抗菌、あと消臭ですね、もうできるものとなっておりますので、ちっちゃいボトルとかに入れて、さっき言ったようにお外だったりだとかで消毒していただいたりだとか、あとは匂いも楽しめるし、除菌抗菌消臭もついてるので、お部屋のね、ディフューザーじゃないですけど、なんかそんな感じでこうお部屋の消臭だったりだとかにも使っていただけたらいいなと思って、結構岡本からね、こういう香りがいいですなんて、こういう香りのものも使いたいです、なんでその香りにしたかはまた次の動画で詳しくはお話ししていこうと思うので、ぜひ次の動画も見てくださると嬉しいです。続きをぜひ楽しみにしててください。バイバーイ。